米書店チェーン第2位のボーダーズグループは、長年にわたる、販売の低迷と、債務の増加に伴い、ニューヨークで連邦破産法11条の適用を申請しました。1月に同社は GE キャピタルから5億5000万ドルの資金協力を取り付けるために必要な条件を満たすことができない場合、破産法の適用を申請する可能性があると述べておりました。この条件の中には他の債権者や業者との財政整理等が含まれていましたが、同社はこの条件を満たすことができませんでした。破産法の適用を受け、 GE キャピタルは同社に対して5億500万ドルの事業構成融資を行う予定となっています。同社は現在6100名の従業員を抱え、508店舗の書店を経営していますが、数週間内に約3割の店舗を閉鎖する計画を公表しています。